今回は新年度1回目の時事問題の動画ですね。新年度ということで初めて見てくださっている人も多いかなと思います。このチャンネルでは社会科や時事問題に関する動画をアップしています。中学生高校生はもちろん就活生、最近はね公務員試験を受ける方であったり、あるいは中学受験をする方にも役立てていただけるコンテンツになっています。この1年も皆さんに役立ててもらえるような動画をアップしていこうと思いますから、ぜひチャンネル登録高評価押していただいて一緒に勉強頑張っていくことにしましょう。というわけで今回は2023年4月上旬の時事問題、今回扱う時事問題の一覧はこちら。今回は全部で8個の話題を入れました。人口少子化に関する話題、それから統一地方選挙、地方自治と言われるものに関する話題、さらには下から2番目ですね、時事問題でも聞かれやすい新紙幣に関する話題などもありました。このチャンネルではただ単に重要用語のみを紹介するのではなく、重要用語とともにどんな話題だったのか、あるいは知っておくべきポイントは何なのか、なぜ大切なのか、このあたりを社会科塾講師の僕が紹介しながら動画進めていきます。というわけでこの動画見てもらって皆さんの勉強に役立ててもらえれば幸いです。というわけで早速順番にポイントを見ていくことにしましょう。まずはこちらの話題、新年度4月1日に予定されていたという話題ですね。新年度を迎えて新たに変わったこと、この子ども家庭庁もそうですし、他に世の中で話題になっているものだと、自転車に乗る全ての人へのヘルメット着用努力義務化であったり、あるいはまあ去年から続いていますが食料品価格の値上げ、この4月もありました。あるいは新型コロナ対策、学校でのマスク着用のルールが変更になったとか、いくつか新年度で変わったものありますが、中でも時事問題的に押さえておきたいのはやはりこの子ども家庭庁に関する話題かなと思います。はい、この4月1日子ども家庭庁が発足しました。新しい省庁が発足をするのは2021年のデジタル庁以来。この子ども家庭庁、省庁の名前を書くときは子ども3文字ともひらがなで書く。省庁の名前ですからね、一部あるいは全部を漢字にしてしまわないように気をつけてください。子ども家庭庁については去年からこのチャンネルで何度か紹介していますが、簡単にだけその概要を紹介しておくと、今まで子どもに関する政策の管轄はこのように文部科学省、厚生労働省、内閣府といった形でいくつかの省庁に分かれてしまっていて、横の連携がなかなか取れていなかった、これを縦割り行政の弊害などと呼んだりもしますが、まあ、省庁間の連携不足などが以前から指摘されていました。そこで子どもに関するさまざまな政策の司令塔として発足したのが子ども家庭庁。これは全てというわけではありませんが、できる限りの業務を子ども家庭庁にまとめて、子どもに関する政策、子育てに関する政策を担っていくということになります。また子どもに関連してもう一つぜひ知っておきたいのは、この4月1日から子ども基本法という法律が施行されています。これはぜひ社会科とか時事問題的に知っておきたい法律。これは全ての子どもの基本的人権を保障するための法律、基本法となっていて、1994年に日本が批准をした国連でも採択されている子どもの権利条約、国連子どもの権利条約といわれる有名な条約があるんですが、これに対応する基本法がようやく20年の時を経て成立した、施行されているということになります。子どもはどうしても家庭でも社会でも立場が弱くなってしまうことがある。その子どもの権利であったり人権というものをしっかりと守っていかなければならない。そのための第一歩となる法律が今回施行されたということで、この子どもの権利とか人権といわれるものの考え方、これがね今後より一層重視されていく、大事だという考え方が広がっていくということになりますから、ぜひ子どもの権利とか人権という考え方があるんだということをまずはね知っておいてほしいなと思います。そして子どもや子育てに関して言えば、2023年は岸田文雄首相が子ども子育て政策を最重要政策として掲げていて、次元の異なる少子化対策というものを掲げて、今後3年間これを重点的に進めていくことになっています。この背景には現在日本で少子化が非常に早いペースで進行している、さらには日本全体の人口が減少していて、その少子化や人口減少に取り組む必要があるということが背景にあります。というわけでこの話題がちょうど関連してきますから、こちらの話題について次は見ていくことにしましょう。4月12日総務省が人口推計という統計を発表して、2022年の日本の総人口が1億2494万7千人であったということが分かりました。この日本の人口約1億2500万人だという数字は知っておきたいですし、今年のこの人口に関する特徴として、まず一つ目に総人口が12年連続で減少している。日本はね21世紀に入って2008年頃から人口が減少に転じつつあって、この12年は連続して人口が減少しているというわけです。それから2つ目に日本人の人口、昨年に比べて75万人も減少しているということで、この減少幅が過去最大になっている。つまり急速に人口が減少しているというのも一つ見えた特徴になります。それから3つ目、人口の内訳に関する話題。そもそも人口は15歳未満を年少人口、あるいは幼年人口、
そして15歳以上64歳未満を生産年齢人口、そして65歳以上を高齢人口、このように人口を3つに分類するという方法がよく取られます。で、この呼び方はぜひ高校生以上は知っておいてほしいんですが、この3つの人口の内訳で言うと、まず15歳未満、子供の割合が 11.6% で過去最低であった。そして一方の65歳以上高齢者の人口が 29.0% で過去最高であった。そしてその中間、生産年齢人口、労働者となっている人口は昨年と同程度、過去最低水準であった。このような構成割合であったということも分かりました。ということで、ここに3つ日本の人口に関する特徴を書きましたが、ここから日本が抱えている人口に関する課題、人口問題について特徴が見て取れるかなと思います。人口が減少している、そして少子高齢化も進んでいるということですよね。というわけで、この人口減少と少子高齢化、この2つの大きな課題は日本の人口の特徴にもなっていますから、日本の人口どういう状況になっているのか、ぜひ知っておいてほしいなと思います。それではこちらの話題、前回3月下旬の動画でも触れましたが、正式にフィンランドが NATO に加盟したという話題ですね。現在も続いているロシアによるウクライナ侵攻、侵略によって、ヨーロッパの安全保障のあり方が大きく変わろうとしているということになります。今までヨーロッパでは長く軍事的に中立の立場を取ってきた北ヨーロッパに位置しているフィンランドとスウェーデンという2つの国、北ヨーロッパに位置しているこの2つの国はロシアによるウクライナ侵攻を受けて、去年5月に NATO と言われる軍事同盟への加盟を申請していました。それから NATO 北大西洋条約機構について簡単に確認をしておくと、 NATO は1949年に設立された軍事同盟で、現在はヨーロッパの国々を中心として30カ国が加盟をしている、こういう軍事同盟です。で、この NATO に新たに加盟をするためには、現在加盟している30の国全てで承認手続きが必要という決まりになっているんですが、加盟申請していたフィンランドとスウェーデンのうち、フィンランドについては先月その承認手続きが全て済んだということで、今月4月4日にフィンランドは正式加盟ということになり、 NATO の現時点での加盟国数は31カ国ということになりました。この地図で言うと、水色に塗ってあるヨーロッパの国々に加えてフィンランドが今回加盟になったということですね。残るスウェーデンについてはまだ加盟の見通しが見えてこない部分もあったりするんですが、まずはロシアによるウクライナ侵攻でヨーロッパ、北ヨーロッパの安全保障が大きく変わっているんだということをぜひ知っておいてほしいなと思います。続いてはこちら、これもこのチャンネルで何度か触れている話題ですね。日本銀行、日銀のトップのことを総裁と言いますが、この総裁が交代となりました。日銀総裁の任期は5年となっていて、4月の8日、2期10年の任期を満了した黒田晴彦総裁が退任、そして翌4月9日に植田和男新総裁が就任ということになりました。日本銀行が行う政策のことを金融政策と言いますが、黒田総裁の間の10年間日銀はデフレからの脱却のために 2% の物価上昇目標というものを掲げて、インフレーションさせていくために金融緩和政策を取っていた。正確には量的質的金融緩和と呼ばれる政策を続けてきました。で、新総裁の下でこの金融政策を今後どうしていくのかというのが一つ見どころポイントとなっていたんですが、植田和男新総裁、就任会見では現在の金融緩和政策を継続する考えを示しました。ということで、この日銀の金融政策が少し長い目で見た時に今後どのように動いていくことになるのか、特にね、昨年からこの金融緩和政策に絡んで急激な円安と言われる現象が起きていました。ですからね、特に高校生以上は日本銀行の役割であったり、日銀の金融政策に関してであったり、あるいは円安円高といった為替相場についてなど、教科書に載っている内容を中心に基本的な事柄をまず確認しておいてほしいなと思います。そして日銀に絡んで今回はこんな話題もありましたから、これ確認しておきましょう。日本銀行は来年2024年に発行する予定の新紙幣の見本を公開しました。日本銀行の役割、銀行の銀行、政府の銀行、そして発券銀行と、この3つの役割というのをね、学校の教科書でも習うかなと思いますが、このうちの発券銀行ですよね、お札、正式には日本銀行券と言われるこの銀行券を発行する。日銀はこのような大事な役割を持っていますから、来年から使うことになっている新紙幣を印刷したり、あるいは見本を公開したりしているのは日銀ということですね。それからその新紙幣のデザインも大事です。デザインはこのようになっていて、左から順番に、まず1万円札は表面が渋沢栄一、日本の資本主義の父とも言われる人物、そして裏面が東京駅の丸の内駅舎、赤レンガ作りで有名ですよね。それから真ん中5000円札は表面が津田梅子、日本人女性として初めての留学生としても知られていますし、あるいは女性の教育に尽くした人物としても知られている。
そしてその裏面は藤の花になっています。それから千円札表面は北里柴三郎、ペスト菌を発見した人物ですね。そして裏面が富岳三十六景の神奈川沖浪裏。この富岳三十六景は江戸時代葛飾北斎の錦絵として有名です。新しいお札はこういったデザインになっていますから、特に受験生とかはね、まあ、人物名などを中心にその背景であったり歴史、当時の世の中どういう状況だったのかなどを知っておくといいかなと思います。それ以外にもこの新紙幣の特徴として、まずホログラム、お札の見本を見るとキラキラした部分が一部見えるかなと思いますが、ここの技術が高くなってお札の偽造防止対策、こういった技術がね結集されているんだというのが特徴の一つ目。それからもう一つ知っておきたい言葉として、ユニバーサルデザインを意識している。ユニバーサルデザイン、全ての人のデザインとも言われます。多様な人が利用しやすいようなデザイン、例えば1000円、5000円、1万円という数字、文字の大きさを大きくしたり、あるいは見やすいフォント、文字の形を使うことで今までに比べてより多くの人が分かりやすく、まあ、問題なく利用できるようなデザインというものが意識されている。このような特徴が新紙幣にはありますから、ぜひこれらの言葉も知っておいてほしいなと思います。それではこちら、統一地方選挙が行われているという話題ですね。この4月は4月の9日に前半戦、そして4月の23日に後半戦という形で、様々な自治体で地方選挙であったり、あるいは国会、衆議院、参議院の補欠選挙なども実施されています。社会科時事問題としては、それぞれの選挙結果というものよりも地方自治といわれる単元について知っておきたいという話題なんですね。例えば地方ではこの表のように、都道府県知事の任期が4年、都道府県議会の議員の任期も4年、それから市区町村についても市長の任期は4年、議会議員の任期も4年ということになっていて、多くの地方自治体でこれらの選挙が行われているわけです。この任期の数字、あるいは地方自治の仕組みというものも大事ですし、地方自治についてはイギリスの学者ジェームズ・ブライズという人の言葉で、地方自治は民主主義の学校という言葉があります。皆さん、住民に身近な地域の問題課題を通じて、その地域の住民がその課題の解決に向けて注意を払っていく、あるいは様々なものの考えを持つ、ものの考えに触れる、こういった取り組みを通じて自治への関わり方を知ることができるという意味合いのある言葉です。というわけで、現在この地方自治に関する選挙が行われている、その選挙期間中なんだということをまず知っておきたい。そしてその選挙期間中、4月15日のことですが、岸田文雄首相が選挙の応援演説を行おうとしていたその会場で爆発が起きるという事件も発生しました。やはり選挙期間中は政治家と人々の距離が物理的に近くなることも多いわけですが、まあ、こういう選挙というタイミングで去年に続いて政治家の演説先で事件が起きるということがあったわけです。選挙というまさに人々の代表者を選ぶ、民主主義において非常に大切な民主主義の根幹となるその選挙期間中にこういった事件が起きたということで、まあ、これはあってはならない、許されない行いなわけです。ぜひね、この動画を見ている皆さん、民主主義とは何なのか、選挙とは何か、あるいは地方自治とは何なのか、その言葉の意味、大切さなどをしっかりと理解しておいてほしいなと思います。そして最後は北朝鮮に関する話題ですね。4月の13日、北朝鮮が固体燃料式の ICBM、大陸間弾道ミサイルと言われるミサイルを発射しました。これを受けて日本政府はミサイルが北海道周辺に落下する可能性があるとして、北海道を対象に J アラート、全国瞬時警報システムを発表し、住民に避難を呼びかけましたが、実際にミサイルが領土に落ちるということはありませんでした。報道によると、北朝鮮のミサイルは今回最初は通常の軌道、そして途中からその軌道を変えるという特殊な方法で発射を行ったようで、防衛省は当初最初の通常軌道を分析した結果、このままいくと北海道南西部の陸地に着弾すると予測をして、その予測に基づいて J アラートが出されたということのようです。実際ね、ミサイルが落ちるということはありませんでしたが、日本の領土あるいは領域の中に落下するという予測がされたのは初めてのことです。というわけで、以上4月上旬の時事問題でした。今回は子ども家庭庁あるいは日本の人口という、まあ、時事問題としても社会科としても出題されやすいという話題がありましたし、日本銀行、日銀、まあ、経済に関する話題ですよね。それから統一地方選挙、地方自治といわれる単元、このあたりの話題がありましたから、関連する単元についてはぜひ手元にある教科書などを見直してもらって、しっかりと教科書に載っている内容をね、理解をしておきたい、そういう話題が多かったかなと思います。できる限りこの動画の中で紹介してきましたが、このような形でこのチャンネルではただ重要な用語を紹介するだけではなくて、何があったのかとか、知っておきたいポイントは何なのか、このあたりも一緒に動画でまとめて紹介をしています。今回役に立ったという人はぜひチャンネル登録、高評価してもらって、まだ次の動画でも一緒に勉強していくことができれば嬉しいです。というわけで、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。